はい、今回はね、こちらですね。ワゴン R のダブル R、ね、ダブル R の、ワゴン R のね、ものになるんですが、これのワゴン R セットってのがね、昔あったんですよ。で、そのうちの1台として、これがありましてね。で、その車が、このようなね、まあ、お車になるわけですよ。でも、まあ、なかなかこれもこれで、まあ面白みというかね、いいなっていう感じですよね。で、そういうふうな、こういう、なんていうのかな、黒い感じ、これを当時、デカプリオがね、乗り回してまして、で、これでワゴン R、WR って言ってもですけども、人気が出てね、あのデカプリオ様が乗っている車ですよね。で、そんで一時的にパーッとこう人気がね、出てったね、車でした。まあ、随分とね、懐かしい車ではありますけど、今ほとんどこれね、あんまり目にする機会が少なくなってしまったっていうのはね、こう、やっぱり時代の流れなのかね、そういったところがちょっと残念だなと思うんですけども、まあ、でもいい車だと思いますよね。この黒い色がまた良くて、素敵な感じのワゴンワールというようになっております。どうもありがとうございました。